どうもー、トゥートゥー栃木県すみます芸人やらせていただきますピン芸人の上原町でございます。よろしくお願いします。はい、ということで今日はね、私ですね、小山市に、やってきておりまーす。はい、ね、ということで今日はですね、こちらで何をするかというとですね、私不思議な食感、絶品ふわふわ料理。はい、こちらをですね、探し求めて、こちらですね小山駅西口にやってまいりました。はい、ということで、私今いるのがですねこちらの、商業ビルロブレというところにいるんですけども、実は、今日行くですね、フラフィーパンケーキ、小山ロブレというねお店が行くところなんですけども、そのお店がこの中に入っているということで2階にあるということなんで早速行ってみましょう。ゴーテー行ってみましょう。もう待ってもね、すぐ近くで。さあ、進みましょう。上ですね、上ね、もうすぐに、あっという間にね、あっという間に、はい、さあ、こっちですね、こちらに。さあ、この入り口を通って、さあ、なんとこちら入ってすぐのところにこちらのお店がございます。ということでフィラフィーパンケーキ、小山ロブレで、こちらに今から行ってですね、絶品ふわふわ料理を、いただきたいと思います。でさあ、ということでね、早速中に行ってみましょうね。さあ、こんにちは。こんにちは。あ、もしかして今日ご案内いただける店員さんですか。はい、そうです。はい、お名前は。早川と申します。あ、早川さん。はい、あ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、非常に清潔感のある綺麗な店内で落ち着いて食事をすることができます。どうぞ。はい、あ、こっちもね、あるんですね。あ、すごい店内広いですね。特トゥー席が、あ、ありがとうございます。じゃあちょっとね、これ早速メニューね、はい、すごいいろんなメニューのパンケーキが、はい、ね、こう十字トゥーしてるというか、ね、甘いものももちろんですけども、スイートゥーもあるけど、このしょっぱいの、はい、っていうのもあるんですね。そうですね、はい、お食事パンケーキ、はい、それ揃えさせていただいてます。すごい。じゃあ早川さん、はい、この中でね、こうなんかやっぱこう人気のものとか、はい、おすすめのものっていうのがあったら、はい、ちょっとそれ頼みたいなと思うんですけど、どれが人気あります？そうですね、やっぱ栃木なので、うん、栃木県産のいちごを使わせていただいてるいちごのパンケーキ。はいはいはい、こちらの、はい、いちごのパンケーキね、はい、やっぱこれ一番人気ですか？はい、そうですね、一番人気の商品。栃木県ではやっぱこれ一番人気であってほしいですよ、僕はね。あとなんか他にこう甘いもの以外にもこういうお食事パンケーキっていうのがあるんで、はい、こっちも気になるんですけど、はい、この中でもなんかおすすめのものとかってあったりします？はい、そうですね、こちらの小山のブランド豚を使わせていただいているおとんのパンケーキがおすすめになります。はい、あ、小山ブランド豚、おとんのパンケーキ。はい、もうこの言葉の並びだけでのインパクトがすごいですね、これね。せっかくなんでこれもいいですか？はい、はい、かしこまりました。はい、じゃあいちごのパンケーキと、はい、小山ブランド豚おとんのパンケーキで、はい、注文お願いします。お待たせしました。あ、うわー、来ました来ました。いちごのパンケーキになります。いちごのパンケーキ、はい、こちらいちごのパンケーキでございます。おいしそう。はい、そしてこちら小山ブランド豚おとんのパンケーキになります。はい、小山ブランド豚おとんのパンケーキでございます。すごいボリュームね。いやいや、これすごいな。これ2トゥーもこれ食べちゃっていいんですか僕？はい、大丈夫です。うわー、すごい美味しそう。じゃあね、早速ね、ちょっといただきたいと思います。じゃあこれシャレオトゥーのプレートゥーにこう乗ってね、僕トゥーってギャグやる芸人なんですけど、はい、はい、このすごいこうふわふわの、あ、もうなんだろう、ナイフが、はい、ナイフが本当になんだろう、もうこう入れたらもう力入れなくてもスッとこうね、この感じの、はい、じゃあちょっといただきます。
もうないもう口の中にないです。すごい本当にこれ不思議食感というか、これ見た目こう結構大きいじゃないですか。でももうね口の中に入れたらなんだろう、あのジュレみたいな、もうシュワってねこうなくなっちゃうっていうか、すごい本当不思議な。でまたこれね、このおとん豚がこのソーセージですか、はい、ソーセージもこのハム、はい、もうこれ全部おとん豚で。そうですね、おとん豚っていうのはちなみにどういうあれなんですか。はい、お山のブランド豚になっておりまして、はいはい、お山を代表する、はい、お山の代表する、はい、食品になっております。あ、なるほどね、はいはい、でこれもちょっと、うん、うん、あ、めちゃめちゃジューシー。でもなんかパンケーキとねこのなんだろうおとん豚がこんなに合うっていうのはちょっと意外だなっていう。お客さんからは結構好評ですか。はい、そうですね、男性の方とかに人気のメニューになっております。うん、確かにね、まあ男性ももちろんですけど、はい、女性とかでもね、はい、うん、がっつり食べたいっていう人はね。そうですね、うん、めちゃめちゃ不思議なね食感ですけど、いやこれ美味しいですね。主食になります。これ見てください、はい、このいちごのこのすごいのってめちゃめちゃ量ありますよね、これこのいちごをじゃあやっぱこう乗せてね、こ うわ贅沢な、ほらこれ贅沢ですよ、これね。さあ、じゃあこれちょっといただきましょうかね。はい、じゃあいただきます。うん、いやー、やっぱりね栃木県の、そして小山市のいちごめちゃめちゃ美味しい。ブラボーブラボーブラベステー、美味しいです。ありがとうございます、ね、これもやっぱもう大人気で。はい、そうですね、もう看板メニューですか。そうですね、一番人気の商品って。あ、一番人気の、はい、なるほどね。一回食べたらなんか忘れらんな味ですもんこれ本当に。ジャムもこれすごい乗ってますね、クリームも。そうですね、いちごたっぷり使う。いちごたっぷりでね、はい、いちごのそのままもそうですけど、やっぱジャムとこのクリームね一緒にこう全部混ぜたら、うん、いやこれはねもう贅沢すぎますよ、はい、本当贅沢プレートゥーで。ちなみにこれはあれですか、結構こういう風に頼まれる方もいるんですか。そうですね、シェアされる方もいますし、お食事系と、うん、フルーツ系どっちも頼まれる方もいらっしゃいます、ね、はいはいはい、であとまたこう地元の食材をね、うん、こういう風に使ってふんだんに使ってるっていうのがやっぱいいじゃないですかね、はい、いやいやいや素晴らしいですね。いやこれはもう本当大満足で、もうペロッといただいちゃいます。これはね大変美味しくいただきまして、あ、いただきましたよ、完食でございます。めちゃめちゃ美味しかったですね、これ本当にね、ペロリでございましたね。いやー本当にね、これ幸せの絶頂絶頂、上原町ありがてー。お隣の本屋さんから一人一冊お好きな本を選んで店内で読むこともできます。はい、ということでね、いや早川さん、いただきましたけれども、はい、本当にね、めちゃめちゃ美味しいパンケーキで、なんかもう本当口の中に入れた瞬間ね、ふわってこう雪のようにもう溶けてしまうような、うん、であとこうおとん豚のねしょっぱいのとか甘いのもすごく美味しかったです。これもう本当にね、いろんな方にね食べていただきたいですね。はい、はい、そうですね、Wi-Fi とかも完備されていますし、仕事をされる方にも使っていただきたいですし、うん、スペース広く取られているのでベビーカーとか、はい、ご利用の方に、いろんな方にご利用いただきたいと思っております。なるほどね、はい、いや本当にこうみんなに優しいお店ということですね、はい、お腹にも優しいし、はい、ね、はい、ということで、今日はですね、不思議食感絶品ふわふわ料理ということでね、フラッフィーパンケーキ小山ロブレさんから、こちらね上原町と、店員の早川さんお届けさせていただきました、皆さんありがとうございました。食べきてねー。